生きていたとはな、ディング。嬉しいぞ。久しぶりだな、じいさん。相談があってな。見当はつく。お前が乗っているその機体のことだろう。ああ、そうだ。私は地下にいる。自力で来い。地下？お前には特別の歓迎をしてやる。腕前を見せてみろ。超早いんだけど。犬タイプ。戦闘態勢に入ります。まあこういう戦闘の方がやりやすいはやりやすいんだよね。 ETR ファイナー消失。見たトロンがあるね。まあ、あれはまだちょっと早いからな。どこだ？え、どっか先へ進むところがある。地図。え、なんかいっぱいあるんだけど。いや、行けそうなところから行こう。おお、下に行った。まだいる？よし。あ、これ見たぞ。おお、待って。なんかハルバードいまいち使い道が分かんないんだけど。じゃあこうやってた。あ、自分でこうやってやれってか。メタトロン取ろう。次。ん？ここ乗れってこと？え、どこだ？これさっきのとこ戻ってきてね。間違えた。こっちか。あ、違う、区画が違うのか。で、ここ入ってこう。この時動かせないんだよね。エンカウント。このちっこいやつはまず対処する。よし、まだいるか。うわうわうわ、なんだ。よし。あれ、どっちから来たっけ。行こうか。でメタトロンまだちょっと早いよね。じゃなくて、え、メタトロンと。メタトロンの取得。こうだよ、こう。で、こう来てこうだよ。タイミングされてるし。あれ、何これ。ETR 反応消失。
ハルバート。エタトロン。よし、で次はこっちか。ただ自分がもうどこにいるんだかさっぱりわかんない。ハルトランドとか使い道が難しい。照準が付けらんのかな。もうぐちゃぐちゃなんだけど。痛い。ハルガードは難しいな。ウィスプ、これなんだっけ、デコイか、コメット、ガントレット、ゲイザー、あーハルガードが良さそうだな。メタドローンちょっと取る。もうサブゲージがない。もうターゲッティングされてるよ。よし。狙える位置にいると結構強いな、ハルバード。エネルギーの消費が激しいけど。でもメタトロンを取ってしまった。もっとハルバードを使ってからメタトロンを取りたかったけど、攻撃した間に勝手にメタトロン取っちゃうんだよね。よし、これで勝たしたか。あとは真ん中の方、ここ真ん中ではないか。決まった、当たった。セラーを先に出しましょう。はい。くそー、ハルバードで。倒した、よし、OK。メタトロン、除回収しとくか。メタトロンを取得。こっちでいいの？違う気がしてきたんだけど。違うよね。まだ下があるのか。ん？え、どういうこと？そんな注意できねえよ。ゲイザーの使用を提案。オーケー、切り替えを取ろう。ゲイザーになってる。ちょっとわかんない。ETR 反応消失。サイクロプス撃破。
あ、シャットってこれか。あ、なるほどね。あいつ挟まれてる。シャフトの位置にいなければいいんだよ。怖えな。シャフト自体はそんなに速くないからね、大丈夫そうだ。下か。レーザーの使用を提案する理由がよくわかんない。またいいか。敵いるけど。ゲイザーすれば。こいつ破壊したいな。なのは壊さなくても大丈夫だな。敵を全員倒せば次いける。長っ。挟まれた。どっから、こっからか。危ねえ、めんどくせえとこから始まるかと思った。少し周りを見ながら行こう。アングルがね。あいつら挟まれんじゃねえか。
待って、なんかやばい気がする。ライター撃破。次のユニットへの扉が開いています。矢印の方向に進んでください。結構長いね。まだある。ちょっとやばそう。確かにシャットがいっぱいになってきたな。ちょっと待って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 、危ない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 。ちょっと待って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 、エネルギー反応が。メタトロン欲しい。ETR 反応消失。よし。メタトロンを押して。ETR 反応消失。次のユニットへの扉が開いています。うん、どちら？矢印の方向に進んでください。落としたか。どんだけ下行くの？まだあるし。ちょ、待って。うおー、やっぱ間に合わなかったか。え、こっから。お、とりあえず来たか。多分こっから先はそうだね。まだ行ったことないね。いや、きつかった。リンゴ、腕は鈍ってないようだ。おかげさまでな。じいさん、研究熱心なのはいいが、行き過ぎは体に触るぜ。性能を追求した結果だよ。私だけではない、ノーマンもしかりだ。ノーマンが？私以上のやり方でな。ノーマンはもうお前が知っている男とは違う。アヌビスは強いぞ。アヌビスに対抗する力が欲しい。アヌビスの決定的な優位性は空間圧縮とその反動による亜高速移動能力にある。ウーレンベックカタパルト。そうだ、アヌビスはダイモスやフォボスに建設されたウーレンベックカタパルトのように圧縮した空間を元の状態に戻す反動によって自らを高速移動させる。まさにメタトロン技術を結集した完全体だ。悲観することはない。その能力はジェフティにも備わっている。この2機の性能は互角、生き写しの双子だ。だがジェフティがアヌビスと並ぶためには一つ欠けているものがある。スペックを最大限に引き出すためのプログラムだ。それがあればアヌビスに勝てるかどうかはランナー次第だ。なら心配するな。早くプログラムをよこしてくれ。やはりノーマンに逆らう気か。逆らう？戦うだけだ。プログラムを渡すわけにはいかん。おい、欲しければまず私と戦え。じいさんの暇つぶしに。そうではない、お前とは違う。私はバフラムに忠誠を誓った男だ。裏切ることはできん。こんな軍でもか？それは別の問題だよ。手加減はできねえぞ。私もそのつもりだ。全力で来い。シャフトに潰して倒せないかな。見えるがいい、インヘルトの力を。ジェフティといえどもたやすくはないぞ。リンゴ、ここは私の家だ。力ずくで奪ってみろ。覚悟はいい。
まあ、まずはちょっと様子見だよな。ゲイザーは多分ちょっと無理だからガントレットあたりがいいかな。近づいたらでガード触ったらガントレットだな。早い、ダメだ、ちょっと障害物が大きいな。どこを見ている。よし、やっぱここだ。ガードされたらガントレ。何？あ、どちら？思い出すぞ、あの頃。遠くに行くときはもうホーミングレーザーを攻めたら撃つしかない。で、近づく。私に追いついてみろ。どういう状況？柱が邪魔なんだよね。私に追いついてみろ。こっちだ、ビーゴ。上達したな、ビーゴ。これがちょっとわかんない。ブレードだな、ブレードが入ればこれライムダメージになるけど、はいはいんだよ本当にこいつ。お、ここから本気か。なかなかだ、ビンゴ。だがこれではどうだ。くらい。クソ、何も見えない。エイダ、敵位置の認識は可能ですが敵機攻撃ともに視覚化できません。手がかりがあればいい。では私が敵機との距離攻撃パターンをナビゲーションします。お前の声だけが頼りだ、頼む。了解しました。マジか。ミサイル接近防御してください、はい、F マイン接近回避してください、はい、ミサイル接近、防御してください。敵機接近。こっちだ。あれ、ガントレット。ここからまた防御タイムか。そこだ。おお、どうなってる。いやマジでわからん。入った。7、6、5、4、左へ回避。
リア回避。デッキまで3、2、1。デッキ接近。これが分かんない。どうなってる。なんか増えてね。ダメージが通らん。またこれ。間違えた。回避し続けないとやっぱダメか。やばい、やられる。ガンちょっと貫通できねえか。めんどくせえ。またデッキまで7、6、5。
右へ回避。防御。左へ回避。防御。防御。デッキまで2、1。デッキ接近。ここで型をつけたい。もうワンターン斬撃を決めれば決めらなかった。なんかこの体力量だったらいけるはず。どうした、おい、届かないよね。防御、右へ回避。デッキまで4、3。右へ回避。まだか。防御、右へ回避。右へ回避。左へ回避。デッキまで2、1。デッキ接近。これで終わりだ。まだか。よーし。サブウェポン取得するたびに苦しんでんの。サブウェポン、フォーミングミサイルのデバイスドライバーを取得しました。よくやったリンゴ。大丈夫かじいさん。お前ならノーマンを止められる。じいさん、プログラムは。私たちが体が動かん。怪我をしたようだ。私が手伝うわ。下ろして。急げ、アヌビスが来る。アヌビス。ノーマンが近づいている。やつは力に取りつかれている。何をするかわからんぞ。急げ。私が行く。急げ。すぐ戻るわ。プログラムをジェフティに送ってくれ。早く。わかった。パスワードは。そうだ、次にそのプロテクトを。来た。ケン、急げ。分かってる。リンゴ、これから送るのは単なるデバイスではない。システムに弱小するまで時間を要する。すぐには使えん。どれくらいだ。アヌビスが来たら逃げろ。今はまだ勝てんぞ。開いた。リンゴ、送るわ。確認した。早く戻れ。アーマン計画の目的は支配ではない。え、破壊だ。ケン、ゼロシフトを入手しました。リン、まだ死に足りないようだな。ノーマン。人の命が軽い世の中だ。死んだはずの男が蘇り、
アヌビスの一撃で何万もの人が死ぬ。なあ、ディン。強い者が生き残る。途方もない進歩の末に、人類はやっと自然の摂理を手にしたわけだ。風を穴だらけにしやがったのはお前か？私が？私など単なる末端に過ぎ、全てはメタトロンの意志だ。叫ぶな！これ何やってんの？あ、あいつを攻撃してんのか。ロイドが裏切るとはな。ディン、いいことを教えてやる。あの時お前が最後の任務でアンティリアに護送したメタトロンはどうなったと思う？知らねえな。その機体だよ。何？アヌビスとジェフティ、この2機はお前の部隊が運んだメタトロンで作られた。なんだって？喜べ。お前もアーマン計画の一翼を担っているのだ。こいつが、あの時の感謝しているぞ、ディン。おかげで、仲間が死んだ。前祝いにちょうどいい。相手をしてやる。